グランプレ奇襲は、ニューイングランド民兵大佐のベンジャミン・チャーチが、安城戦争期間中の1704年6月、フランス領アカディアに対して行った奇襲である。チャーチによる奇襲遠征の中でも、最も大規模なもので、この年の2月に、フランスとインディアンの連合軍が、マサチューセッツを襲った、ディアフィールド奇襲への報復として行われた。 1704年の5月25日、500人の民兵と数名のインディアンの同盟兵がボストンを立った。ペノブスコットワンとパサマクオディワンの比較的小さな集落を襲った後、6月24日にミナスベーシンに到着した。有名なファンディワンの波の高さに驚き、我を忘れつつも、直ちにグランプレを支配下に置き、3日かけて、 町を焼き、農耕地に巡らされていた堤防をわざと壊した。そのため、農耕地には、塩水が溢れたが、地元のアカディア人は、奇襲隊が去った後に堤防を修理して、土地を工作できる状態に戻した。チャーチは奇襲のための遠征を続け、ボーバ山と、他の集落に襲撃を仕掛けてから、最終的に7月の下旬に、ボストンに戻った。 ベンジャミン・チャーツ1702年に、スペイン継承戦争が大規模化し、イングランドが参戦したことで、北アメリカのイングランドと、フランス、両国の植民地の対立をも引き起こした。イングランド領の、マサチューセッツ湾直轄植民地総督ジョセフ・ダドリーは、1703年の6月に、マサチューセッツとヌーベル・フランスの境界地域に住んでいた、アベナ貴族を、 確実に中立の存在にしようと目論んだ。しかしこれは失敗した。ヌーベルフランスの総督、フィリップ・トリゴー・ボードル・イユは、人数で勝るイングランド相手の防御には、インディアンの助けを借りなければならないことを知っており、すでにインディアンたちに、戦闘の準備を進めていた。1703年夏、フランスが仕掛けた、ウェルズや、イングランド領。 メイン沿岸部の集落への奇襲を受け、イングランド植民地の住民は、アベナ貴族の村に大規模な報復の襲撃を仕掛けたが、これは成功しなかった。この時の襲撃により、アベナ貴族は、1704年、フランス主導のディアフィールド奇襲への参加を決意した。ディアフィールド襲撃は、住民の50人以上が殺され、100人以上が、補修されるという熾烈なもので、 復讐を求める声が起こり、インディアン式ゲリラ戦術に長けた、連達の兵士ベンジャミン・チャーチが、フランス領アカディアへの遠征を申し出た。その当時アカディアに暮らしていたのは、ファンディワンガンとその支流に散らばって住んでいる、一連の、入植者たちだった。最大の入植地で首都でもある、ポートロワイヤルは、唯一の大規模な砦を持つ町でもあり、小規模な中屯隊がこの、 星型要塞を守っていた。ファンディワン上部にあるのは、ミナス盆地とカンバーランド盆地の沿岸地域で、アカディアでも有数の農業地であり、グランプレは、そのミナス盆地で最も大きく、繁栄した町で、1701年には、約500人がこの町に暮らしていた。ここのフランス人入植者は、堤防構築の知識があり、それを活かして、商宅地から水をはけさせ、 ファンディワン名物の稀に見る高波が土地に流入するのを防いだ。ボーバさんの町はシグネクト地境の複数の集落やカンバーランドボンチ地沿岸部の集落の中でも最も大きかった。ディアフィールド奇襲。アカディア遠征はこれへの報復だった。チャーチはウィリアム王戦争中にシグネクト奇襲を行っており、ダドリーはこの時の功績により、 チャーチを大佐に任命して、カナダに連れて行かれた、ディアフィールドの捕虜との交換のために、アカディアから捕虜を連れてくるよう、特命を下した。この遠征はフランスへの懲らしめの意味もあった。できる限りの方法すべてを用いて、町を焼き、敵の家や建物を壊し、穀物畑の園庭を壊し、その他、彼らの生活を壊滅させることしかし、ダドリーは、 チャーチにポートロワイヤルへの攻撃は許可しなかった。これについては実行前に本国の許可が必要であることに言及した。チャーチが編成した遠征隊はマサチューセッツ湾岸地域の義勇兵500人にインディアン兵が何人か混じっていた。5月15日にボストンを14隻の輸送船と3隻の軍艦に分譲して出発した。軍艦は イングランド海軍のアドベンチャー、42門艦のジャージー、32門艦のゴスポートで、シプリアン・サウザック率いるマサチューセッツのプロビンス・ギャラリーが同行していた。この時チャーチは、かつて捕虜だったマリシート族のジョン・ガイルズを通訳にしていた。遠征隊はまず、ペノブスコット湾の入り口近くにあるマウントデザート島を目指し、パンタゴに奇襲を仕掛けた。 ここには、フランス人貴族ジャンバンサン・ダ・バディド・サンイコール・キャスタン、所有の防御を巡らせた公益所が置かれていた。サン・キャスタンは不在だったが、娘とその子供たちが捕虜になった。チャーチはまた、新しいフランスの入植地がパサマク・オディワンに作られていることを知り、遠征隊を次にそちらへと向けた。現在の、 ニューブランズウィック州セントスティーブン近くの海岸に送り込まれた小隊は民家を壊し近くで野営していたマリシート族を襲い一人を殺した。次にチャーチは艦隊を2分してフランスの補給船の打破目的でディグビーガットを封鎖させその一方で遠征隊の大半をグランプレに向かわせた。6月24日軍艦の艦長たちは ポートロワイヤルの中屯隊に降伏を迫り、1700人のニューイングランド兵と野蛮人に正面奇襲をかけさせると脅かした。アカディア総督のジャック・フランソワード・モンベトンド・ブルヤンは劣勢な状況下で、しかも150人の中屯兵しかいないにもかかわらず、このハッタりを見抜き、拒否した。歴史家のジョージ・ローリクは、ダドリーが、チャーチが関与しないところで、 恋に脅かしつけるように要請したのだろうと推測している。18世紀作成の地図。チャーチ率いる遠征隊のグランプレとポート・ロワイヤルへの到着の経路が示されている。この遠征に関する主な詳細は1716年に初版が刊行されたチャーチ大サリアク連による。フランスの主官がチャーチのゲリラ戦による損失をまとめたのは もっと後になってからだった。1704年の6月24日、チャーチはフリゲートカニアドベンチャーでグランプレイに着いた。不意打ちの機会を狙おうとして、チャーチは密かにブート島の深い森の影から集落に近づいた。兵たちは午後になって捕鯨船から積み荷を下ろして上陸し、素早く集落の方に向かった。チャーチは大員のジレスに、 急戦協定の旗と完全降伏を要求する、告知を持たせ、戦闘に立たせた。我々もまた声明を出す。我々はすでに、アカディア人を殺して、逃避を剥ぐ準備をしている。こんなことは、我々の習慣でもなければ、許されているものでもないが、今や多くのイングランド人とインディアン、すべての義勇兵が、諸君を制圧する決意でいる。我々が諸君と、 同じこういう方法で戦闘に臨むことで、諸君は自分たちがいかに残虐であるかを感じ取るで、あろう。ベンジャミン・チャーチの声明、チャーチはアカディア人とミクマク族に降伏まで1時間待つと決めた。その時間までには集落に着くと予想していたが、チャーチの隊は引き潮のため流れを渡るのがかなり難しくなり、このため到着が遅れた。20フィート。 あるいは30フィートの深さの泥だらけで汚い水路にいくつも出くわして、兵たちは渡ることができずに船へと引き返した、引き潮によるぬかるみで、チャーチの兵たちが立ち往生したせいで、不意打ちもできなくなり、アカディア人たちはこの機械を利用して、家畜や大事なものと共にグランプレを立ちのいた。チャーチ隊は潮が満ちるまで船で待機した。チャーチは堤防の高さで、 自分たちが隠れるよう望んだが、夜になって、潮が満ち、水路の水が盛り上がったため、チャーチ隊の船を、堤防沿いの森に集まっていた地元の民兵が、砲撃した。チャーチは、こう言っている、アカディア兵とミクマク族は、我々に激しく、放火を浴びせたチャーチは、自分の船に、小さな砲を積んでおり、それで、騎士のアカディア兵とミクマク族に対して、武道弾を浴びせた。 アカディア人たちは退却し、ミクマク族の一人が戦死して、数人が負傷した。チャーチと兵たちは朝になるまで待機を続けた。集落を後にした翌朝、アカディア人とミクマク族は、森の中で、チャーチと軍勢を待ち受けていた。チャーチの兵たちは、いかなる抵抗勢力も追い払うようにとの指示を受け、夜明けに、再び集落へと出発した。 アカディアの最も大きな部隊が木々と丸太の影からチャーチ隊の右手の方向に火を放った。しかし火は燃え広がらず、アカディア人たちは撃退された。チャーチ隊は集落に入って略奪を始めた。何人かの兵士が目に入った酒屋に乱入して酒を飲み始めたが、チャーチはすぐにそれをやめさせた。その日はニューイングランドの兵たちによる集落の破壊が続いた。 チャーチが文献したタイの報告では、60の民家と6の政府に書多くのナヤを破壊し、ナヤにいた約70頭の家畜が殺された。ある場所で、何人かのニューイングランド兵が、すぐ近くで、アカディア人たちが牛を追っているのを見つけた。チャーチは、タイのワーカーと数人の兵に後を合わせ、最新の注意を払って、進むように警告した。しかし、 バーカーたちの追跡はいささか無謀に過ぎ、兵ともども、集落に退却するチャーチ隊の目の前で殺された。その夜、チャーチ隊は、丸太で砦を作りながら、教会や残りの建物を焼き払った。チャーチによれば、町のすべてが一瞬にして、火に包まれたように見えた一軒の民家を残して、全てが焼き払われた。蒸気と同じ18世紀作成の地図。こちらでは、 奇襲後のチャーチ隊の動きが示されている。3日目の朝、チャーチは、まず堤防を壊し、そしてすべての作物を壊滅させるように命じた。7つの堤防が壊され、大部分の作物が台無しになり、200の大樽に蓄えてあった小麦も荒らされた。アカディア人とミクマク族に、自分たちが去っていくことを印象付けるため、チャーチは兵に命じて、 自分たちが前日作った砦を燃やした。それから捕鯨船と共に輸送船に乗り込んだ。その夜、何人かのアカディア人が集落に戻ってきて、すぐさま堤防の修復に取り掛かったが、チャーチはこうなることを予想しており、兵を集落に引き返させて、アカディア人たちを追放させた。翌日チャーチはグランプレを去り、ピジギキ襲に向かい、 そこで45人のアカディア人を捕虜にした。それから、ポートロワイヤルに船を向けて、ここを封鎖していた艦隊と再合流した。フランス側の報告によれば、封鎖していた艦隊は、ポートロワイヤルの近くに何人かの兵を上陸させ、一軒家をいくつか焼いたり、住民を捕虜として捕まえたりした。それ以上のイングランド兵の上陸を防ぐため、 総督、ブルイアンが防御を強化したとあるが、この報告以外に、この事実について触れた書物や文献はない。マサチューセッツ湾直轄植民地総督ジョセフ・ダドリー、艦隊と再合流した後、チャーチは、作戦会議を開いて、ポートロアイアルに大規模な攻撃を仕掛けるかどうかを、話し合った。会議では、ニューイングランド軍が、相手の戦力よりも劣ると裁定され、 オートロワイアル攻撃をやめて、自分たちがなすべきことをした。チャーチ隊は、ファンディワンから、シグネクト地境へと進み、ボーバさんの村を攻撃した。彼らが攻撃する前に、住民たちは、イングランド軍が来ると警告されており、持ち物や、できるだけ多くの家畜を、村から移動させた。チャーチは、森に潜んでいた住民との意味のない小競り合いの後、村の民家と納屋に火を放って、 100頭の牛を残殺してからボストンに向けて出港した。この遠征でチャーチはニューイングランド兵6人が戦死したと報告している。ディアフィールド奇襲でフランス側の捕虜となった牧師ジョン・ウィリアムズとされる肖像がチャーチが連れてきた捕虜はボストンに送られ、捕虜たちは当初は比較的自由にボストン市内を歩くことができた。しかし、 マサチューセッツ議会の議員がこれに不平を持ち出し、捕虜たちは今度は、ウィリアム城に監禁された。1705年と1706年とに、ディアフィールド奇襲で、カナダに連行された捕虜と交換されたが、総督ダドリーが、交換の手始めに、フランスの主略船の乗組員、ピエール・メゾネディ、バティストの釈放を拒否したことから、交渉がややこしくなった。バティストは、結局、 ノエル・ドワロンや他の捕虜たちと共に、ディアフィールドの牧師ジョン・ウィリアムズと交換された。チャーチの奇襲が直接もたらした効果は、長続きしなかった。穀物や、貯蔵食物が、台無しにされたため、アカディアはその冬小麦が不足したが、大々的な食糧難には至らなかった。グランプレは再建され、堤防も修復されて、1706年には十分な、収穫があった。 しかし奇襲の記憶は人々の中に残った。1740年代頃まではグランプレの住民はイングランド軍の再襲来を恐れイギリス当局への対応には慎重であった。ダドリーがチャーチにポートロワイヤル攻撃の許可を与えなかったのには政治的ななり行きによるものだった。ダドリーは政敵からアカディアとの密謀易による利益のため、 ポートロアイアルを保護しているとして告発されていた。この証拠不十分な申し立ては数年に及び、結局ダドリーは彼らへの対抗策として1707年にポートロアイアルの包囲戦を行った。しかしこれは失敗に終わった。ありがとうございます。